吉田さん、物欲って人生を引っ張ってくれると私は思います。もちろんね、何かが足りないからやるっていうのもあれば、何かをつかみ取りたいからやるっていう、物欲にも2つあって、不足を補うためのもの、つまりは苦痛から逃れるためのもの、もう一つはさらに豊かになりたい、さらに快楽を得るためのものというふうに2つあるのかなと思うんですけどね、まあ、ちなみにね、今現代ビジネスの記事読んでたんですけども、日本がいつの間にか物を売って稼ぐ国から変貌していた、つまり投資の国になっていたということらしいんですよ。確かに日本の株式、それから国債っていうのはすごく信用があって、それを世界中の人が買ってくれることによって成り立ってるっていうところはありますよね。つまりものづくり大国日本から金融大国日本になったのかな、日本中がウォールストリートみたいになったんじゃないかなと思うんですよ。で、金持ち父さん、貧乏父さんの4つのアナグラムってありましたよね。まずは従業員をやって、スモールビジネスをやって、ビッグビジネスをやって、最終的にはインベスターになりましょうみたいな4つのロジックですけども、これ国にも一緒なのかなと思うんですよ。まずは、生きること、食べることがやっとだったっていう時代から雇われていって、でビジネスにチャレンジする人がだんだん出てきて、そのビジネスが大きくなって、ビジネスをバイアウトして一定の資産を得た後、その資産をこれからビジネスで頑張っていこうとする国とか人に投資することによって、その起業家の伸び率によってリターンを得るって形ですよね。まあ、だからものづくり大国日本がものを作らなくなっていったのは悲観する面もあるんですけども、逆に言うと国の進化によって投資ができる国になってきたのかなと思うんですよ。そうなるとですよ、ものを作ってる人が食いっぱぐれて、投資によっていわゆるね、あぶく銭みたいに見える人が利益を得てる形ってのは、まさに金持ちさん、貧乏父さんの形なのかなと思うんですけどね。まあ厳しいこと言うと、投資が扱えない人に豊かさはもう来ないのかなと思うんですよ。投資ですよね。投資ってのはある意味、自分がビジネスを始めるっていうのも投資ですよね。自分に投資して、そして自分の労力やいろんなお金とか活動が大きくなるのか、それとも物にならずにポシャるのか、これも投資だと思うんですよ。 YouTube、 その道を選ぶのも投資かなと思いますよね。インターネットビジネスを選ぶのも投資かなと。ただしこの投資ってのは損しても1円もなくならないっていうね、そんな負け少なくて勝ち多しっていう、すごいチャンスのある投資なんじゃないかなと思います。物を売って稼ぐにから変貌していた、このタイトルそのまま使っていこうかと思います。いってらっしゃい。